30度と人間の両眼視機能の関係、30度ルールとは、基本的な映画編集のルールで、同じ被写体を角度を変えて撮影し、編集でつなぐとき、その角度を30度より大きくする、というもの。もし30度以内だと同じカットで時間が飛んだように、つまり、ジャンプカットに見えてしまう。その結果、視聴者は混乱し、場合によっては、 物語そっちのけで映画のテクニックばかり気にすることになりかねない。角度が30度違えば違うカットに見える。ただし、カメラの動きはイマジナリーラインを超えず被写体の片側に留まる。この場合、焦点距離を 20mm 以上変えることが望まれる。このため、30度ルールを 20mm、30度ルールと呼ぶこともある。角度を変えない。 ジャンプカットで焦点距離を変えたものはアキシャルカットで独特の効果が得られる。ティモシー・コリガンとパトリシア・ホワイトはその著書ザ・フィルム・エクスペリエンスでこう述べている。このルールは視点を変えてアクションを取ることでそのカットの意味を強調することが目的である。二つのショットの角度の差が30度以内だと無駄で連続していないカットと近くしてしまう。時間の経過を表すため あるいは美的スタイルとしてジャンプカットを用いるのでない限り映画制作者はそうなることを避けるよう努めている30度ルールを守らないと2つのショットは非常に似たものになるのでカットの意味がない目障りなものになるアキシャルカットビクトリア VYouTube2020 年3月1日閲覧30ディグリールールハリウッド歴史コン2020年3月1日閲覧 ハーバス・シェリー、ミック、ボイスビジョン、フォーカル・プレスにエディション、ピアニッシモ、600、ISBN 0240811585五八とコリガン、ホワイト、ティモシー、パトリシア、ザ・フィルム・エクスペリエンス、ベッド・フォード、ストリート・マーティンズ、ISBN 0312681704。ありがとうございます。